ハニューの YouTube ロゴが話題沸騰。中国間の絶賛の声とはフィギュアスケーターのハニューさんが、自身の公式 YouTube チャンネル、HANYUYUZURU を解説し、そのロゴとヘッダーが中国のファンから熱狂的な反響を呼んでいます。ハブさんは最近の動画で、ロゴとヘッダーの制作が進行中であり、完成を楽しみにしていると語りました。この YouTube チャンネルのロゴとヘッダーは、 9日に更新されました。ハブさんは後日の動画で、自身もいくつかアイデアを考えたものの、専門家に依頼して制作してもらったと述べています。彼はそのロゴとヘッダーについて、本当にかっこよくてオシャレで、こんな豪華なものを使っていいのかと思ってしまうほどですと、感慨深げに話しました。ハブさんはさらに、ロゴに描かれている、トレースと呼ばれる氷の傷が、 実際にスケート技術を披露した際の傷跡を元にデザインされたことを明かしました。このリアルな質感とカッコ良さに本当に感謝しています。皆さんも気に入っていただければ嬉しいですと語りました。新しいロゴとヘッダーは中国のファンの間でも大きな話題になっています。ファンからは、すごくカッコいい。美しい青色だね。成功で芸術的、トレースがとても綺麗、清潔感があり爽やかで柚子みたい。 心美難も素晴らしいね。さすがは、羽生結弦。る。美しすぎて泣いた、ロゴにヘッダーに配色、本当にヤバい、などの賞賛の声が寄せられています。羽生結弦るさんは、フィギュアスケート界で圧倒的な存在感を持ち、その卓越した技術と芸術性で世界中の人々を魅了してきました。彼の YouTube チャンネルの解説と新しいロゴヘッダーの公開は、ファンにとって非常に嬉しい出来事であり、 彼の人気と影響力がさらに広がることが予想されます。ハブさんの YouTube チャンネルでは、フィギュアスケートに関する情報やエキシビジョンの映像、彼自身の日常など、様々なコンテンツが提供される予定です。また、ハブさんはファンとの交流を大切にし、コメントや質問にも積極的に回答しています。これにより、彼のファンはより直接的に彼とつながる機会を得ることができます。 羽生結弦ゆずれさんの YouTube チャンネルの解説と新しいロゴヘッダーの反響は彼の存在と才能が多くの人々にとって特別なものであることを改めて証明しています。彼のファンは彼の YouTube チャンネルを通じてさらに彼の素晴らしさを堪能できるだけでなく彼とのつながりをより深めることができるでしょう。今後も羽生結弦ゆずれさんの YouTube チャンネルから目が離せません。プロファイル。羽生結ゆずる。 Yuzuruhanyu, 1994年、宮城県生まれ。2014年ソチ五輪、2018年平イ五輪で2大会連続金メダルを獲得したほか、世界選手権2回優勝、グランプリファイナル4連覇、全日本選手権6回優勝など、数々の伝説的記録を残す。2022年7月にプロスケーターに転校。今年2月にスケート史上初の東京ドーム公演。 ギフトを単独で行い、9月には創作集団クランプとコラボレーションし、ハブ選手が文章を担当した絵本、ギフトを発売予定。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。